キャンパスにある緑地バレンシア工科大学は、スペインバレンシア州バレンシア県バレンシアに本部を置く、公立大学。科学技術に焦点を当てている。1968年に、バレンシア高等工科学校として設立され、1971年に、大学に昇格して、バレンシア工科大学となった。略称はアップフ。ビベス大学ネットワークに加盟している。 バレンシア工科大学のキャンパスは、バレンシア州バレンシア県バレンシア、バレンシア県、ガンディア、アリカンテ県、アルコイの3カ所にある。14の学校、学部からなり、経営管理学部、芸術学部、アルコイ高等工科学校、ガンディア高等工科学校、農業工学部、コンピュータ科学部、建築学部、建築管理学部、土木工学部、設計工学部、 測地工学部、地図制作、測量学部、工業工学部、農村環境、醸造学部、電気通信学部がある。48の学士号と修士号、81の博士号を授与している。バレンシア語学者のエンリーク・クバロール・イ・ビーベス、映画監督のルイス・ガルシア・ベルランガなどは、バレンシア工科大学の名誉博士号を授与されている。ありがとうございます。